実際にクッキーに書いていきます。まずは、流し込みのアイシングがこう流れてこう落ちてしまわないようにこう縁の線を書いていきます。ハサミでちょっと切って、で先一番最初つけて、あとはこう垂らして書くようにします。私は流し込み用の硬さのアイシングで、中に塗る色と同じ色のあのものを使って線描きもやってしまいます。あまり太い感じでなければこれで十分止まりますので大丈夫です。では線を描きましたので、中を流し込んで塗っていきたいと思います。線よりもちょっとだけ太くするとやりやすいです。はい。で、塗り方はこの線の内側をまずなぞるような感じで、塗っていくと、あの後になってはみ出るということがあんまりないように思います。で、それからその内側をちょっとこう盛り上がるぐらいに泡が入らないように塗っていきます。もしあの泡が入ってしまったら、竹串ですとかそういったもので泡をつっついて泡を消します。チェックをします。では同じように流し込みをしていきます。と模様を入れるのを2種類やります。まずベースをまた線に沿って縫っていきます。縁を取ってからその中をちょっと盛り上げるように塗っていきます。こういうふうに塗ってすぐに上から同じ流し込みの柔らかさでアイシングを置いていくと、時間が経つとこう平面になって一面にこう平らになってくれます。ではもう一枚もやります。これで、だいたい
季節にもよりますが20分から30分置きましょう。はい、でここでアイシングクッキーの、どのぐらい乾かせばいいのかっていうのをやりたいと思います。乾かし方なんですが、こういうふうにベースをベタ塗りで一面に塗った場合、安全な時間を考えて1日置いて乾かすのが理想です。で乾いてからその上に細工をしたりするのがいいと思います。ただ、今やったようなもののようにちょっと置いたら表面からまず乾いてくるので、その上に何か線のようなものを載せるのは可能だと思います。厚みが出る分乾くのが遅くなるので、厚くなる場合はやはり1日置いて次の日に上のものをやるっていうのがやりやすいと思います。で、夏は湿気が多いので乾きづらく、冬は乾燥しているのでとても乾きやすいです。だから冬の場合は半日とかでも次の工程に進めたりします。で、最終的にはきっちり乾かしてから袋詰めするっていうのがいいと思います。はい、では、1日置いたアイシングクッキーに、乾いたアイシングクッキーに上の線描きをしていきます。まずはこれはボードを持っているクッキーの感じなので、ボードもちゃんと持っているように手をつけます。このボードのところにメッセージを書きます。でこちらのお客様が詰め合わせの中に1個入れたりとか1つでプレゼントされたりとかすることが多いので、大体ありがとうとかおめでとうとかハッピーバースデーとかそういうことを書いておきます。そして、一応白クマの形なので顔を描きます。こんな感じですね。ではこちらは、今コロナ禍でいろいろ大変な時ですけど、アマビエ様っていうのがありまして、それをうちもクッキーにしてます。それの、アイシングクッキーバージョンですね。それをこれはあと全部線描きなのでそのまま描いていきます。線を描く時も、やっぱりこう両手で支えて描くと線がぶれなくて安定しやすいです。でやはり垂らすように描いていきます。じゃあこちらの、ツリーとあと一応かぼちゃなんですけど、ここを塗って今30分ぐらい経ったところなので表面がちょっと乾いてきてるので次を塗っても大丈夫っていう感じですね。ではかぼちゃから、次ツリーです。隣
あったところが乾いているので残りを塗っていきます。でこのようになりました。で隣り合うところを塗ってからちょっと置いて、重なるというかこう隣り合わせのところを塗るとこことここがこういうふうにくっつかないでこういうふうにこう凹凸ができるのでちょっとキルティングのような感じになったりこうプクプクという感じが立体感が出るのでそうしたい時にいいと思います。で、キルティングの場合はここの辺のところが少し気になるのでここに例えばアラザンだったりそういうのを置いておくと可愛かったりします。こういう感じです。ではこれで乾かします。押し付けますか。ツリーなので上に塩つけます。人手みたいになりましたが完成です。では、乾いたところにもう一つベタ塗りに近い塗り方をしていきます。さっきつけた模様のところにまず線からもう塗っていきます。で仕上げます。感じでちょっとふざけた感じの緩いものをたくさん作っています。でこういうふうにベタ塗りしてその上にもう一回塗る場合にはよく乾かして仕上げることが大事だと思います。ちょっと不穏な感じになりました。はい、じゃあ残りも全部仕上げます。はい、で出来上がりました。これで、よく乾かして完成です。あとは、食べるお菓子という前提なので色味的には暖色の淡い色を多くして食欲をそそるような感じになるように気をつけています。で余った、アイシングのベースはこういう風にタッパーに入れてでラップをして表面をピタッとします。で乾かないようにしてきっちり止めて冷蔵庫で1週間ほど保存が可能です。これは線描きに練り戻して線描きに使えるので便利です。こんな感じで進めてきましたが、監督どうだったでしょうか。うん、まあそんなもんだね。どうですか。うん、いいんじゃないかい。お疲れ様。ありがとうございます。というわけで
今いろいろ自由に動けることがあまり難しくなって大変な時だと思いますが、こういう時こそコツコツ楽しくアイシングクッキーなどを作って見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。本日のウェディングケーキです。